今回は藤井聡太八冠の八大タイトルと一般棋戦の進捗状況と勝率、通算勝率と戦型別勝率をまとめましたのでご紹介します。竜王戦第36期7番勝負第4局で伊藤匠七段と対戦し、4勝0敗でタイトル防衛、竜王3連覇を成し遂げました。優勝賞金が4300万だから、竜王戦3連覇だけで1億2900万になるんか。ごっついな。竜王戦戦歴は44勝6敗、勝率 88.0%。 名人戦第81期7番勝負第5局で渡辺明名人と対戦し、4勝1敗で名人奪取を成し遂げました。名人戦順位戦戦歴は61勝6敗、勝率 91.0%。 91% ってそんな数字もう漫画レベルやろ。現実的じゃない数字やな。王位戦第64期7番勝負第5局で佐々木大地七段と対戦し、4勝1敗でタイトル防衛、王位4連覇を成し遂げています。王位戦戦歴は29勝5敗、勝率 85.3%。 王座戦第71期5番勝負第4局で永瀬拓矢王座と対戦し、3勝1敗で王座奪取を成し遂げました。王座戦戦歴は16勝6敗、勝率 72.7%。 竜王戦今期第49期5番勝負第1局2月頃の予定、挑戦者未確定です。棋王戦戦歴は23勝7敗、勝率 76.7%。 第48期5番勝負で渡辺明棋王に勝利し、3勝1敗でタイトル奪取されています。叡王戦第8期5番勝負第4局で菅井竜也八段と対戦し、3勝1敗でタイトル防衛し、叡王3連覇を成し遂げています。叡王戦戦歴は23勝6敗、勝率 79.3%。 王将戦第73期7番勝負第1局が1月7日から開始予定、対戦相手は振り飛車最高峰の菅井竜也八段です。第72期7番勝負4勝2敗で羽生九段からタイトル防衛へ。王将戦戦歴は35勝10敗、勝率 77.8%。 棋聖戦第94期5番勝負第4局で佐々木大地七段を3勝1敗で勝利し、タイトル防衛へ棋聖4連覇を成し遂げました。棋聖戦戦歴は29勝5敗、勝率 85.3%。 竜王3期、名人1期、王位4期、叡王3期、王座1期、棋王1期、王将2期、棋聖4期。タイトル獲得数19期。タイトル戦負けなしの連続しての19期です。連続タイトル獲得数19期は、大山康晴15世名人の連続タイトル獲得数と並び歴代1位タイです。1回もタイトルを得ることもできずに消えていくプロ棋士もいるのに、21歳で、すでに19期取ってるのは、ほんまに異常すぎるわ。一般棋戦朝日杯第17回本戦トーナメントは1月頃の予定、前回16回は朝日杯4度目の優勝を果たしています。朝日杯戦歴は25勝2敗、勝率 92.6%。 藤井先生朝日杯強いな。6連敗中の豊島九段に初勝利したのも朝日杯だったし、朝日杯とは相性ええな。銀河戦第31期は進行中で、決勝トーナメント準決勝で渡辺六段は杉本五段と対戦予定、12月に収録放送予定です。前回第30期銀河戦は2度目の優勝で、銀河戦連覇まであと2勝です。銀河戦戦歴は29勝4敗、勝率 87.9%。NHK 杯第73回は進行中で、次戦は1月から2月頃で、本戦トーナメント3回戦で久保利明九段と対戦予定です。
前回の第72回では初優勝をされ、NHK 杯連覇まであと4勝です。NHK 杯戦歴は13勝5敗勝率 72.2%。JT 杯。第44回本戦トーナメント決勝では、糸谷哲郎八段に勝利し、JT 杯2連覇をされています。前回の第43回では JT 杯初優勝をされ、子供大会でも優勝したダブル優勝は史上初。JT 杯戦歴は9勝3敗勝率 75.0%。戦型物勝率。相居飛車編。角換わり通算 82.8%。矢倉通算 87.7%。相掛かり通算 80.0%。相居飛車力戦通算 87.5%。雁木通算 84.2%。一手損角換わり通算 85.7%。横太り通算 75.0%。相居飛車通算 82.6%。大口径編。中飛車通算 86.2%。四間飛車通算 85.7%。三間飛車通算 89.5%。向かい飛車通算 100%。大口型通算 88.0%。2023年度の勝敗は32勝5敗勝率 0.865。タイトル戦を含む強敵を相手に8割以上をキープできるのが尋常じゃないわ。藤井八冠の作戦選びについては、羽生九段はこのように語られています。自分の想像ではあるのですが、藤井さんには自分なりの美意識があって、将棋を指す上で、こういう形にしたいんだとか、こういう展開にはしたくないんだとか、そういったこだわりが強くある。それと、AI から提示される可能性や発想を組み合わせて手を選んではないかと見えたりする。AI のいい部分も取り入れつつ、自分なりの美意識、こだわり、センスも色濃く同時に反映されていると語った。通算成績、350勝68敗、勝率 0.837。先手、181勝22敗、0.892。後手169勝46敗 0.786。 後手番になると勝率が下がるのは相手の定石に合わせて戦うところが影響しているかもな。それでも8割近くの勝利をしているのがすごいわ。先手だけ見たらほぼ9割の勝利でびっくりするわ。そんな数字出せるのがすごすぎる。改めて見ると数字間違えてるのかって思うほどすごすぎる戦歴ですね。こんな相手にどうやって勝てばいいのでしょうか。最後に羽生善治会長が藤井八冠を倒すのは誰かと問われた時の回答をご紹介して終わりとします。みんな藤井さんが指している将棋を研究していると思う。藤井さんの指している将棋の内容が理解できる人になるのかなと思っています。ただ、現実問題として、タイトル戦で、誰が一番最初に勝てるのかというと、今のところ想像がつかない。有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。